迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして。私はデイジー。アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ。デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません。どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中のレア、GGO 中で注目の的のね。噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でも幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ。アファシス、特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら所有権を移動する方法はいくつかあるもの。本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの？アファシスはGGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。特にタイプ X はそれぞれに個性が設定されたプログラマー泣かせの仕様なの。おお！さらに戦闘だけじゃなくマスターの資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。実は SAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。参考に？まあこれはあくまでも噂だけど、プレイヤーの感情に反応する高度な知性を持っているのは事実よね。とにかく性能面から言ってもビジュアル面から言っても GGO 中のプレイヤーが欲しがっている存在よ。だからタイプ X を街中で連れ歩くなんてよほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。あなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから気にしても仕方ないかもしれないけど、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手ね。あら、素直なのね。そういう子は嫌いじゃないわ。私はゼリスカ、よろしくね。そうそう、あなたのアファシス、さっきうちのデイジーちゃんと友達になったみたいなの。タイプ X と会ったのは初めてです。よろしければ今後も情報交換をさせてください。ちゃん、あなたのことは何と呼べばいいのかしら。マスターのお友達にはデイちゃんと呼んでいただいています。本当の名前はマスターだけのものなのです。そうなの、よろしくね、デイちゃん。よろしくお願いします、デイちゃん。いいわね、アファシスが二人並んでいる図。
でも同じタイプ X なのに性格は随分違うみたい。何よりマスター以外の人に名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、そんな性格設定初めて聞いたわ。なるほど、マスターが個性を肯定してくれるからこの子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いた時は心配したけれど、よかった。マスター、そろそろ設定されたお時間です。いけない。今日はもうログアウトしなきゃ。それではまたね、レイちゃん。どうしましょう。今日の買い物はあとこの2つを買えば OK ね。クレハ、この商品は向こうの通りのショップに行かないと買えないのです。ああ、そうだったわ。こっちのアイテムは反対側のショップみたいね。レイちゃん、そっちのアイテムの買い出しはお願いしてもいい？こっちは私たちで買っておくから。了解なのです。じゃあ行きましょうか。この辺だったかしら。あ、もう一つ先の道だったわ。そうね。そういえばさ、今度あんたの家の近くに行くんだけど。あ、家ってリアルの話よ。ちょっとあの辺に用事があってね。ねえ、もしあんたが暇だったらでいいんだけどさ、今度現実世界で会わない？こっちでは頻繁に会ってるけど、あっちでは最近全然会ってないでしょ。だからね。懐かしいわね。昔はこういうのをいろんなお店に置かれてたわ。そうなのですか？そうそう。あ、そういえばあんたと昔一緒にこういうので遊んだことあったわよね。私も今思い出したくらいだもの。忘れてたとしても仕方ないわ。クレハとマスターの昔の話なのですか？ええ、そうよ。幼なじみだからね。家も近くて昔はよく一緒に遊んだわ。それで二人でよくこういうカプセルトイを買って中身を集めてたの。普段は運のいい方なのに、カプセルトイだけは変な雑魚キャラっぽいのしか出てこなくて。泣きべそ書いてたこともあったよね。楽しそうなのです。それでどうなったのですか？仕方ないから私が取ったやつを交換してあげてたのよ。鼻水垂らしながら喜んでたわよね。お二人の小さな頃は仲がとっても良さそうなのです。そうかな。他にも
そういうお話を聞かせてほしいのです。そんなの他のことは忘れたわ。今はそれより買い物が先でしょ。ほらさっさと行くわよ。フレハ、さて買い物も無事終わったことだし、今日はそろそろログアウトしましょう。マスター、クレハ、最後に質問をしてもいいですか。さっきの話ですが。そうなのです。だからもう忘れたって。はい、でも一つだけどうしても聞かせてほしいのです。二人は昔はずっと一緒にいたのですよね。そんなにずっとってわけでもないけど。それなのにどうして離れてしまったのですか。確かこの GGO で久しぶりに再会したんですよね。ああそういうこと。もしかして喧嘩をしていたんですか。そうじゃないわ。ええ、そうね。引っ越した原因はいくつもあって、親の仕事の都合とか、借りてた家の事情とか、あとお姉ちゃんの学校のこととかね。クレハのお姉さんですか。ええ、うちのお姉ちゃんすごく頭が良くてね、学業を優先するためっていうのも理由の一つだったの。あんたもこの辺の話は知ってるはずよね。引っ越した時は仕方がないと思ってたし、今でもそう思ってる。でも知らないところに行くのは不安だったし、友達と離れちゃうのはやっぱり悲しかった。お姉ちゃんのせいじゃないって頭では分かってるんだけどね。クレハは今でも悲しいのですか。まさか。それよりもさ、買い物も終わったことだし、カプセルトイをプレイしてみない。え、ログアウトはいいのですか。気が変わったの。ちょっと気分転換したくなったのよ。あんたも付き合っていい。マスター、とっておきの情報をお伝えします。アファシス、つまり私は宇宙船 SBC フリューゲルに入るための鍵になります。つまり文字通りのキーパーソンです。偉いでしょう。ありがとうございます、マスター。で、相談というか報告なのですけど、私はまだヘナチョコなので、強化しないと鍵になれないのです。それってどういうこと。私の機能は現在完璧ではありません。昔 SBC フリューゲルが墜落した時の衝撃で、フィールドのあちこちにパーツを落としてしまったのです。あ、そういう話だったんだ。その後すぐにスリープ状態になり、マスターと会うまでずっと眠っていたので、パーツを落とした場所もあやふやです。パーツがなければ私はヘナチョコのままです。マスター、パーツを集めていただけないでしょうか。強化すればミサイルを発射できるようになったり、爆撃機や戦車になったりもできるかもしれません。なるほど、アファシスの強化クエストってわけね。タイプ X 独自のものなのかな。
私が強くなればもっとお役に立てるようになりますから。もっとね。マスターも大変ね。それでね、わかったかな。説明するよ。ちゃんと聞いてね。どうしましょう。説明するよ。使うわよ。せー、到着と。お疲れ様。使うわよ。いい感じだ。倒したぞ。終わったな。2Gモードでした。敵がいるぞ。手応えありだ。手応えありだ。エネミーを発見した。よし。よし。手応えありだ。ヘイトが集まってきた。素晴らしいです。アファシス。
ありがとう。いいじゃない。なんだ。敵がいるぞ。到着っと。お疲れ様。楽勝だったな。エネミーを発見した。スナイパーにいる。注意。すごいのです。手を貸してくれ。手応えありだ。まずい。手を貸してくれ。みんな。カヨさんのお助けで最高です。甘い。パワーダウンをいたした。倒したぞ。よし。ヘイトが集まってきたぞ。すごいじゃない。クレハ、あなたもやれるさ。最高です。アイテムだ。ヘイトが集まってきたぞ。いい感じだ。これでどう？手応えありだ。よし。決まったな。すごいじゃない。クレハ、ありがとう。手を貸してくれ。いい感じだ。
れを貸してくれ。敵がいるぞ。手を貸してくれ。ヘイトが集まってきたぞ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 。すごいすごい。すごいのでいいねの人は。すごいすごい。俺たちの勝利だ。そんなので使うわよ。集まってきたぞ。人が集まってきたぞ。手応えありだ。決まったな。手を貸してくれ。手を貸してくれ。ヘイトが集まってきたぞ。少しまずい。アファシス、助かった。倒したぞ。手を貸してくれ。すごいのです。ヘイトが集まってきたぞ。手を貸してくれ。これ応援してます。助かった。手応えありだ。無理しないで。なんだか揺れるな。アハッチ、助けた。すごいのです
発射。助かった。最高です。カバーするから。よし、回復サンキューです。いいな。出れるのです。よし、レベルアップだ。まだまだ強くなるわよ。レベルアップで